今回は、ファナックと安川電機を決算から比較していく。世界の産業ロボットの4台に1台はこの2社で作られている。産業ロボットというと、工場で動いてるロボットのことね。うむ。写真に出てる自動車工場の他にも、組み立て、包装、仕分けとかいろんな用途に使われるな。私たちの目の前の景色にはロボットで作られたものがたくさんあるでしょうね。うむ。前に世界で活躍する日本企業を見た時にもファナックが登場したな。そしてこれが2021年の産業用ロボットのシェアみたいなんだけど、2社の他にも川崎重工、ヤマハ発動機、エクソン、富士越の名前があるわ。そう。とはいえファナックと安川電機は他の日本企業と比べても別格のようだな。ファナックの設立が1972年で、安川電機が日本初の電気産業用ロボットを作ったのが1977年らしいわ。ずっと日本を引っ張ってきたのか。さて、この2社だが両方とも地方に本社があるのが特徴的だ。今出てるのがファナックの本拠地だぜ。森の中なんですが。そう。ファナックの本社は山梨県忍野村、富士山の樹海の中にある。車で走ってくと突然黄色い建物が現れるみたいだ。黄色ってのがファナックのカラーらしいわ。ちなみにこの本社、晴れてると飛行機から見えるから、富士山の北を飛んでる時は探してみると見つかると思うぜ。まあ森にこれあったら目立つわね。さて、もう一方の安川電機の本社だ。綺麗な建物だな。2015年に建ったらしいわ。周りにビルも見えないし、どこの地方なの？北九州だな。工場が集まる地帯だ。ふむふむ。工場も多くて海も近いし、輸送にも有利な立地ね。さて、ここで両社の事業を見ていこう。まずはファナックで UFA 事業、安川電機のモーションコントロール事業に近いだろうか。FA って ?FA はファクトリーオートメーションの略。工場の自動化という意味だな。ふむふむ。モーションコントロールっていうくらいだし、動きを制御する何かを作ってるのね。その通り。この事業の主力はサーボモーター周りだ。信号で動きを決められるモーターのことだな。プログラミングで動き決められるモーターみたいな感じ？ロボットに乗ってそうね。あとは身近なところで行くと自動ドアとかサーボモーターだ。センサーに反応して開くというプログラム通りに動いている。確かに言われるとそうなるか。あとは自動ドアに挟まると急に開くだろ？あれも圧力を検知すると逆側に動くようにサーボモーターが動かしてるんだな。あんまり聞いたことない言葉だけど、思ったより身近ねサーボモーター。でファナックはサーボモーター周りで精密な位置決めをする CNC 技術、安川電機はインバータが入ってくるな。インバータってのは？電気の強さや周波数を調節する機械だ。電気をいじってモーターの回転を調節できる。ふむふむ。これはモーターに使うでしょうし、一緒の事業で売ってわかりやすくしてるのか。さて、次にロボットの事業。さっき説明した通りだ。ふむふむ。ファナックが黄色、安川電機が青色のロボットだ。工場の動画とかによく出てくるぜ。そりゃ4台に1台がこの2社なんだからそうなるか。で、ファナックだけにあるのがロボマシン事業。精密加工ができる強みを活かして、切削加工機、プラスチックの射出成形機、放電カット機が主力だ。つまり精密に削ったり、樹脂を成形したり、カットしたりしてるのがファナックと、精密位置決め CNC で世界シェアの半分がファナックだ。ファナックがなければ成立しない産業が大量にあるようだ。そういえば iPhone の本体削り出してるのがこのファナックのロボマシンなのよね。そして今までの機械をメンテナンスする事業が独立して存在する。技術が特殊で他社だとわからないから、ファナックが自分でメンテナンスするのか。で、安川電機にあるのがシステムエンジニアリング事業。大型のインバータを主力にしている。鉄鋼工場に強いみたいだ。北九州だし、日本製鉄の八幡製鉄所があるわね。教科書に出てくるところだ。うむ。長いこと近くにお客さんがいて、技術を成長させてきたのかもしれないな。なんか両社とも、モーターを制御する技術で世界と戦う会社って感じがするわね。さて、ではこれが両社の事業の売り上げだ。3ヶ月分だぜ。安川電機はサーボモーターが強くて、ファナックはロボットが中心なのか。うむ。あと気になるのはファナックのサービス事業だ。メンテナンスでここまで売り上げ出るのが衝撃だな。技術を極めると他社には触れないからこうなるのか。で、これが両社のここ10年くらいの業績だ。波はあるが成長してきている。コロナショックで落ち込んで、コロナ前に戻ってきたって感じだけど。お？どうしたんだ？
ファナックは売り上げ減る見通しなのに、安川電機は絶好調みたいじゃない？何が違うの？OK、ではそこを含めて、両社の決算を見ていこう。では BS から見ていこう。BS は、その会社がどんな財産をどれだけ持ってるかってことだったわよね。うむ。その会社の財産に対し、借りた分やなくなるのが決まってる分がオレンジの負債、残りが本当の財産である純資産だな。そしてこれが両社の BS だ。ファナックの総資産が 1.9 兆円、安川電機が7000億くらいだろうか。一番気になるのは会社の安定感の目安の自己資本比率よね。安川電機も十分高いけど、ファナックは別格だわ。ふむふむ。自己資本比率9割近いのは滅多に見ないな。ファナックは利益率高いので有名だし、今まで稼いだお金が溜まってるのかしらね。では BS の中身を見ていこう。まずは現金とか在庫の誘導資産だ。まず現金はファナック大量に持ってるわね。安川電機の10倍くらい持ってるかしら。そして注目は在庫である棚卸資産のところだ。ファナックだと商品、仕掛かり品、原材料にあたる。何をどう見ればいいのかしら？ということでこの期間の両社の売上に出てきてもらった。ファナックが2017億円で安川電機は1425億円だ。それに対して棚卸資産があるわけだけど、ちょっとファナック多い感じするわね。そう。ファナックが 5.6 ヶ月、安川電機が 4.1 ヶ月分の棚卸資産を抱えている状態だ。安川電機はモーター主力だし、商品小さいから在庫短めなのか。あとはファナックは前年は 4.9 ヶ月分の在庫だから、今年のファナックが多いのかもしれない。そして固定資産の部分だが、こちらも差がある。工場がファナックのが大きいんだろう。これは商品違うしそうなるでしょうけど、安川電機は使用権資産ってのがあるわ。リースで借りてきてる資産だっけ？うむ。機械類をリースすると安上がりになることが多い。安川電機は節約できるところはして、ファナックは全部自前なんだろうか。まあ何借りてるかわからない以上、ここは何とも言えないわね。あとはファナックは現金も投資有価証券もたくさんだな。自己資本比率高かったし、今まで稼いだお金が貯まりすぎて行き場を失ってるのか。そうかもしれない。任天堂とかで見た光景だな。で今度は負債の部分だけど、ファナックは無借金、安川電機は880億か。うむ。ファナックは異常すぎるが、安川電機も安定して無理ない経営をしてる印象だな。そして今後退職金をストックしとく部分は、ファナックのが多いのね。給料高いし退職金多いのかしら？いや、ここに何年分入れるかは企業によるからそうとも限らない。実際にファナックの給料は高いことで有名だが、退職金が高いのかは社内の人に聞くしかないな。そして純資産の部分だけど、両者しっかり稼げてるのがわかるわね。そう。利益剰余金にたくさん今までの利益が溜まっているぜ。財布が厚くて何よりです。続いて PL だ。PL は、会社がいくら稼いで、それだけ稼ぐのにどうお金を使ったか、だったわよね。うむ。売り上げるのにかかった分がオレンジの費用で、残った営業利益が会社に入ってくるんだったな。そしてこれが両社の PL だ。3ヶ月分で両方とも優秀な利益率だ。ファナックの方が利益率は高いわね。なんでなの？ OK。じゃあそこら辺 PL の中身を見ていこう。これが PL の中身みたいだけど、ファナックの利益率が高い原因がわかったわ。製造以外の費用、つまり販管費のところね。売上はファナックの方が大きいのに安川電機よりお金かかってないじゃない。お、実はその通りなんだ。これが両社の販管費の1年間の内訳になる。まず運賃が全然違うわね。商品が大きいから、運賃安いのかしら？ここは正直わからん。安川電機は運賃の高い航空機を結構使ってるのかもしれないし、送料負担の仕組みが違う可能性もある。着払いか元払いってこと？確かにそれ一つで決算変わってくるわね。そしてもう一つは給料だな。製造に関わらない販管費の給料だから、営業や事務の人の給料になってくる。つまりファナックは営業活動をあんまりしてなくて、安川電機はやっていると。そう。CNC の技術が突き抜けてるから、営業をやる必要があんまりないのかもな。そしてもう一個、ファナックの業績が落ちてるのに安川電機の業績が強い件についてだ。産業用ロボットは両者同じでしょうし、他の事業で差がついたのかしら？まあその辺見ていこうか。
これがファナックと安川電機の1年前の PL と並べてみたものだ。やっぱりファナックは売上いって、安川電機は売上好調か。でも一つ気になるところがあるわ。お？どうしたんだ？なんかファナック売上減ってるのに製造の原価増えてるんだけど、そんなことある？材料費上がってるのは知ってるけど、それは安川電機も条件一緒じゃない。うむ。ではこれを見てくれ。両社の地域別の売上高になる。両方とも超グローバル企業だけど、差が少しずつあるわね。そう。まずは日本のところ。安川電機は日本向けの売上が3割弱あるようだ。日本はコロナショックの景気回復が少し遅れたし、それが安川には追い風になったと。特に自動車産業はコロナ禍での半導体不足が2023年にようやく戻ってきたから、その可能性はあるかもしれないな。そしてもう一個気になるのが中国だわ。ファナックは中国の売上が多めなのか。ふむふむ。確か中国って景気悪いんでしょ？いろんな不動産会社が危なくなってるって話を聞くけど。両社のお客さんは減りそうだけど、それでも原価が増えてる謎は解決しないわね。うむ。実は原価が増えていたのも中国の関係だ。これを見てくれ、ファナックの原価の項目になる。外注加工費と、現場の人の給料の労務費、あとは機械とか電気代とかの経費ね。そう。そしてあと2つ関わってくるのが、機種と期末の棚卸資産だ。あ、BS で出てきてたやつだ。確かファナックの棚卸資産1ヶ月分くらい増えてたわね。そう。シーズンの始めよりシーズン終わりが在庫増えてれば原価はマイナス、在庫が減ってれば原価はプラスになる。つまりファナックは在庫が減少中であると。そう。中国では景気が悪くなる前の在庫が増えすぎていて、ファナックは現状減らしている最中のようだ。それで BS の棚卸資産増えてたのか。でも去年より多いから、まだまだ在庫はけてないわけね。そして好調の安川電機だが、実は中国でも売り上げが減ってない。え？じゃあロボット以外の事業ってこと？そう。ファナックになくて安川電機が強い製品があっただろ？電流を調整するインバータか。そう。安川電機は太陽光発電をはじめとした再生エネルギーのインバータが活躍しているようだ。ロボットは厳しいけど、この事業が好調だから安川電機は中国のダメージがないと。実は安川電機、中国で太陽光製造パネル用のシェアを 70% 握ってるらしい。おお、こうやって戦場を変えて安川電機は世界と戦い続けてたのか。そして CS だが、両社の四半期決算に CS はないので、今回は飛ばします。あるあるよね。了解です。ということで今回は終わりだ。最後まで見てくれてありがとうだぜ。ご視聴ありがとうございました。